で、貝塚っていうのがどんな風に出るかっていうのを、ここで、実はここの中に、長さ40メートルぐらい、幅15メートルから20メートルぐらいで貝塚がある。で、そこは今埋まっている状態です。で、その一部を、こういう風に、野外展示している状態です。で、これは本物の貝塚です。で、これを、まあ、ちょっと本当は、これの、1メーターぐらい下にあるんですけど、これを、僕たちの方はちょっと剥ぎ取って、野外として展示しています。で、まあ、こんな風にこれがまあずっと全部剥くとですね、まあ、40メーターぐらいこういう風に。で、こういう風に野外展示している貝塚って大屋根ここだけ。冬場は撤去するので、夏場しかできない。こういうふうに貝がボロボロボロっと捨てられたように出てくる。で、あ、そうですね。もう太平洋なのでこんな感じになっています。で、中でも見ていただければと思うんですけど、今地球温暖化で海が広がったりして、海がだん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 、南極とか氷河が溶けてですね、氷が、海の方に氷河が落ちて、海がだん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 海水面が高くなってくるっていう話を聞いたりしてます、ね、温暖化で。縄文時代の、この裏尻貝塚があった、5000年ぐらい前は結構海あったかいんですよ、今より。地球温暖化っていうんだけど、縄文時代の一時の方があったかいんですよ。で、そのために海がガーッと内陸まで入っている、大阪とかでもそうなんです。で、東京でも埼玉ぐらいまで海が入っている。で、ここも今はあそこに海ありますけど、実は海がガーッと入っている。で、ここには内湾っていう入り江ができている。で、そういう内湾って潮の干満差によって、人が、干潮の時にそこに出て、で、いろんな貝を拾ったり魚を取ったり。で、満潮は満潮で海が、まあ、そういう干満差があるところって人はすごく便利っていうか大事な場所です。